こんにちは。先日ですね、カシメロ選手と、ポール・バトラー選手との間で、WBO 世界バンタム級タイトルマッチがね、行われるというところだったんですけど、カシメロ選手のね、体調不良というところで、これが、WBO のね、暫定タイトルマッチっていう形で、急遽アグベコ選手と、ポール・バトラー選手とのね、間でっていう話だったんですけど、バトラー陣営はもう、これをね、世界タイトルを、挑むためにやってきたと。で、まあこれが、世界チャンピオンになるものでなければ、出場はしないというところで、結局ね、アグベコとボールバトラーとの、試合っていうのは、なくなったと。で、これで、カシメロ選手がね、医学的な、証明をできるものをね、提出しなければ、王座剥奪というところだったんですけど、医学的な、証明ができたというところで、とりあえずは王座の剥奪はないと。ただ、15日以内に、そのね、前の話のあったポール・バトラー選手とのね、試合を、行うっていうことをし、表明をしないと、剥奪になる可能性があるというところでね。まあ、カシメロ選手のね、この WBO 王座というのは、井上尚弥選手と、4団体統一っていうところでかなりね、注目の集まってる、ベルトの一つというところでね、あれなんですけど、うん、まあ皆さんこの件についてどう思いますかね。うん、まあ、大方の、まあ、意見としましては、うん、まあ、これはね、許されるべきではないという声がね、多いと思います。はい。やっぱり、モンスターと、カシメロっていうね、カードは楽しみな、方は大勢いてるんですけど、やっぱこれがまかり通ってしまうと、ね、その、コンディションがちょっとね、合わなくなったら、うん、ちょっと医学的な証明をできればってことで、診断書を毎回ね、こう提出しちゃえば、もう、それがね、OK になっちゃうっていうのは、うん、良くないですし、それをやっちゃうね、選手も今後出てきちゃうんじゃないのかな、というところなんでね。まあ、ちょっと言葉悪いですけど、まあ、見せしめっていうわけじゃないけど、まあ、今回このようなことがあったのであれば、ね、剥奪っていうことにしないと、ね、本当に他の選手とか、後のね、選手たちがやりかねないな、というふうに思ったんで、うん、そう思いましたね。で、まあ、モンスターのね、この4団体っていうのが見たいんですけど、これが結構また時間かかるような気がしますよね。うん。まあ、来年の春にね、モンスターとカシメロなんていうふうに、まあ、決まってたなんてね、ことも一部で囁かれてましたけど、まあ、ポール・バトラーとカシメロ選手のね、試合が優勢になると思いますので、まあ、多分ドネアなのかなと。うん。まあ、わかんないですけどね。っていうところで、やっぱりこう、すんなりね、いかないなーっていうふうには思いましたね。やっぱ来年いっぱいまではね、最短でも、4団体統一まで時間かかるんじゃないのかなとは思いますね。はい。ってところですね。とりあえずは、カシメロ選手のこの WBO 王座は、剥奪ではないというところの、ところでした。はい。皆さんもですね、ぜひコメントからよろしくお願いします。